パイロットウィングスは1990年に任天堂から発売されたスーパーファミコン用スカイスポーツシミュレーションゲームである。後に続編となる任天堂64用ソフト、パイロットウィングス64、任天堂ー 3DS 用ソフト、パイロットウィングスリゾートが発売された。スーパーファミコンの回転、拡大、縮小機能を活用した。 疑似 3D 表現のスカイスポーツシミュレーションゲーム。スーパーファミコン本体発売の1ヶ月後にリリースされ、ローンチタイトルである、スーパーマリオワールド F0 に続く任天堂の3作目の作品である。フライトクラブというフライトスペシャリスト養成所に入会した主人公を操作し、4つの種目で高得点を目指す内容となっている。 プロデューサーは宮本茂、ディレクターは杉山正音楽は近藤浩二と加祖よが担当している。なお、続編2作は海外のメーカーが開発を担当しており、日本の任天堂情報開発部が制作したのは本作だけである。本作品の説明書はフライトクラブへの案内状という体裁ではあるが、 このフライトクラブは戦闘ヘリを所有し亡国との軍事的なつながりを感じさせるなど、まるで傭兵養成機関のようなニュアンスを匂わせる演出が施されている。ファミコン通信のクロスレビューにてシルバー電動入りを獲得するなど、ゲーム内容は地味ながらも好評であったが、人気シリーズであるスーパーマリオワールドや派手な F0 の影に隠れてしまい、売り上げは ニンテンドーの予想を下回った。なお、ニンテンドーはこのゲームの発売後に、販売の手こ入れのため、飛ばず嫌いになっていませんかという広告をゲーム雑誌に掲載した。ニンテンドーゲームキューブ版の発売も、週刊ファミ通の発売日、未定欄に、しばらく記載されるなど、検討されていた。バーチャルコンソールでは2009年には Wii 向けに、 2013年には Wii U 向けに、2016年には New Nintendo 3DS 向けに配信された。2019年9月6日、配信開始のスーパーファミコン・ニンテンドースウィッチオンラインにも収録されている。プレイヤーはフライトクラブという一見平和的なスカイスポーツスクールを装ったフライトスペシャリスト養成所に入会し、ライトプレーン、スカイダイビング、 ロケットベルト、ハンググライダーの4種を与えられた課題をこなしていきながら上達を図っていく。4つのエリアが用意されており、これをフライトエリアと呼ぶ。こなすべき種目、課題はフライトエリアごとに異なる。評価は100点満点だが、いくつかの種目では1 0 0ァの点が得られる、ボーナスチャンスが存在する。各種目の合計点が、 フライトエリアごとの規定の点数に達すれば、すべての種目をこなさなくてもライセンスがもらえ、次のフライトエリアに進むことができる。四つのフライトエリアを終了すると、なぜか突然教えをこうた教官たちが、麻薬のシンジケートに囚われるという、事件が発生し、問答無用でミサイル搭載の攻撃ヘリコプターで、アジトに突入し、多くの飛び交う。 対空砲火を避けながら特定のヘリポートに着陸するという極秘指令が与えられる。一発被弾したら即座にゲームオーバーという非常にシビアなミッションとなっている。このミッションをクリアするとタイトル画面が変わり夕暮れ時の街を見下ろしたような画面になる。また難易度がさらに上がったエキスパートモードになり同じフライトエリア、共感、種目で降雪、降雨。 強風、夜間にアレンジされる。最後は再びヘリコプターのミッションを拝命し、前回をはるかに上回る可烈な対空砲火をくぐり抜け、前回と同様に目的地であるヘリポートへの着陸を目指す。ライトプレーンロケットベルトヘリコプターには燃料設定があり、燃料切れでゲームオーバーとなる。採点対象は所要時間や精度や角度や、 リングやビームの通過や接触の有無など多岐にわたる。すべてのフライトエリアで登場する副用機初心者でも容易に操縦できるよう操作は簡略化され、ラダーやトリムなどの操作はないものの、揚力や完成、失速や風見効果など飛行機の特性をある程度考慮しており、当時のコンシューマー機用ゲームとしては本格的なものとなっている。 表現上の制約により、バンク角やピッチ角が制限されているため、宙返りなどのアクロバチックな飛行はできず、旅客機並みのかなり鈍重な挙動となっている。空中に設置されたガイドビームにタッチしながら着陸、または、所定のリングをくぐって滑走路へ着陸し、対空時間と着陸時の進入角度、精度を競う。フライトクラブの必修科目となっており、 空中からスタートするフライトエリアと滑走路から離陸も行うフライトエリアがある。ヘリで高度3800フィートまで上昇、縄橋後からトウ、の掛け声と共にダイブする。落下中は体の傾きにより落下速度と進行方向を制御でき、高度1000フィート以下になるとパラシュートの展開が可能になる。パラシュートは左右の旋回とフレアが行える。 操作性の高いラムウェア型で前方へ滑空しながら降下する。なお、ゲームの進行上必ずしもパラシュートを開く必要はないが、開かないとまともな得点を取ることができず、地面に激突すると共感の厳しいコメントが出る。落下中は空中に設置された複数のリングをできるだけ多く通過し、パラシュート展開後は地上ターゲットへの着地の精度を競う。 背中に背負ったブースターを使って空中飛行を行う。完成の影響を強く受ける。L ボタンや R ボタンで視点の切り替えが可能。フライトエリアの随所にあるドーム状の物体に乗るとバウンドし跳ね上がることができるが、ゲームの進行には影響しない。リングを潜ったりビームに接触する課題が与えられ、すべてクリアした後に地上ターゲットへ着地しその精度を競う。 課題クリア前に着地してしまうと減点になるが、一部の場所では減点されない。なお、エキスパートモードではターゲットに着地する際、視点を切り替えていないと着地しても得点が下がってしまう。A ボタンと B ボタンで炎の色と出力が異なる。A ボタンは青い炎で出力台の高速移動用、B ボタンは赤い炎で出力症の微調整用である。 ライトプレーンに牽引され、空中からスタート。マップ上に上昇気流が発生しているポイントがあり、それに乗ると高度を急上昇させることができる。ハング用の地上ターゲットは、スカイダイビングや、ロケットベルトとは別に設置されている。規定の高度に達するか所定のリングを2回潜った後、地上ターゲットへの着地精度を競う。上記4種目は、 エキスパートモードになると以下のようにカラーリングが変化する。極秘指令ではサーチライトとミサイルを装備した攻撃ヘリコプターに登場する。ミサイルの発射は L ボタンと R ボタンで行う。敵の地上砲台に撃ち落とされたらゲームオーバー。敵の砲台は発砲時のプレイヤーの進行方向と速度から正確な三連弾の地対空砲撃射撃をして、 来るので、発砲されたら、即座に進路を変更しなければならない。敵の砲台に照準を合わせると、警報音が鳴るため、木の陰に隠れて見えない砲台も、この警報音を手がかりにして、ミサイルで撃破できる。エキスパートモードでは、夜間飛行となり、X ボタンを押し続けると、サーチライトが明るくなる。スカイダイビングロケットベルトハンググライダーの、 各種目で条件を満たすと挑戦できるが、種目により内容が異なる。メサやビュートの立ち並ぶ砂漠地帯に作られた練習用フライトエリア。広大な滑走路を1本備える。草原地帯に作られたフライトエリア。滑走路が左右平行に2本併設されている。右側の方が短く狭い分ポイントが高く設定されている。 種目にロケットベルトが追加。洋上の孤島に作られたフライトエリア。2本の交わった滑走路を持ち、ロケットベルト用ターゲットが会場に設置されている。スカイダイビングに代わり、ハンググライダーの技量が試される。幾何学的な形状の人工島に建設されたフライトエリア。4つの種目がすべて登場する。 ライトプレーエンジは滑走路にガイドビームがつくが、フライトエリア1と違い、触れても得点にはならない。軍も手を焼くほどの強大な麻薬シンジケートがアジトを構える要塞のような島。方針のない未知の軍事技術で作られた地対空兵器が島内の至るところに設置され、プレイヤーのヘリを迎撃する。フライトエリア5以降は、エキスパートモード。 合格までの合計点も20点ずつ上がる。積雪のため、見渡す限りの雪景色となっている。滑走路にも残雪があり、これに一定速度以上の飛行機が乗ると、ランディングギアを破損し、失敗となる。ターゲットもリングも小さくなっている。雨雲が低く垂れ込め、雨天後で滑走路が濡れているため、飛行機の停止に必要な制動距離が伸びる。 夕闇の迫る上空は、強風が吹いており、かなり風に流される。強風に加え視界不良の夜間でのシチュエーションとあって、最終試験にふさわしいコ難易度となっている。ただし、よく見れば見えないこともない。ターゲット、滑走路灯は光っているので見落とすことはない。視界不良の夜間でのシチュエーションとなっている。伊良島一よりも数多く設置された、地対空兵器が、 プレイヤーのヘリを迎撃する。フライトエリアごとの種目は以下の通り。発展型のエリアの種目は元のエリアの種目と同一。ボーナスチャンスで高得点を取ると、どの教官も共通でラッキーだという。各教官の担当フライトエリアとは以下の通り。発展型のエリアの担当教官は元のエリアの担当教官と同一。 スーパーファミコン発売の2年前である1988年11月21日に任天堂本社で開催された最初のスーパーファミコン発表会にてドラゴンフライの歌唱でマスコミ向けにビデオ上映された服用機で飛行するフライトシミュレーターが本作の原型である本作がスーパーファミコンの新機能をアピールするのに あつらえ向きのデモンストレーション的性質が色濃いのはこのためである。翌年1989年7月28日に行われた2回目の発表会ではタイトルはそのままに時期が羽で飛行する架空の航空機に変更され地面を見下ろす深くのアングルの見下ろし型シューティングゲームに変更されたものが公開された。後の発表でフライトクラブへと解体され ゲームシステムも当初のフライトシミュレーターへと戻り、最終的に製品版の名称のパイロットウィングスとしてリリースが決定した。本作では、ロムカートリッジ内に DSP-1 という拡張チップを搭載することで、スーパーファミコン本体が持つ能力以上の映像技術をスムーズに動作させることを実現している。ただし初期ロットは拡張チップ非搭載。 滑走路やターゲット、建築物など地表オブジェクトが配置された地面は起伏のない完全な平面であるが、回転、拡大、縮小機能によってダイナミックに動くパースペクティブで描かれ、半透明のグラデーションを重ねた擬似的なフォグで空気遠近法による距離感も表現している。ガイドビームやリング、上昇気流など高低差のあるオブジェクトは3次元の座標を持った。 スプライトオブジェクトによって表現。さらに地平線や雲などが描かれた円形を消失点と連動させるなど、画面内の要素を基礎的な遠近法に基づいて描画することにより当時のコンシューマー企業ゲームとしては、他に類を見ない、正確なパースペクティブと説得力のあるリアルな空間表現を実現した。DSP-1 は他にも、 スーパーマリオカートなどに使われている。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは合計30点でシルバー電動入りを獲得。ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており21.51点となっている。この得点はスーパーファミコン全ソフトの中で103位となっている。また、 スーパーファミカムマガジン1993年8月情報号特別付録のスーパーファミコンオールカタログ93巻末に収録されている部門別ベスト30ではオリジナリティ20位を獲得している。ありがとうございます。